日本産だけ他の国と違う。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあかねです。秋といえば食欲の秋、栗や柿、サンマ、松茸など秋には美味しいものがたくさんありますよね。日本の秋の味覚は外国人にもとても人気となっているようです。さて今回ご紹介するのは、日本で働くことになったアメリカ人男性が日本のとある秋の料理に衝撃を受けたエピソード。それでは早速ご覧ください。アメリカ人が日本の秋の味覚に衝撃を受ける。僕の名前はジョージ。3ヶ月間の出張で日本に来ている20代のアメリカ人だ。日本の文化はアメリカとは全然違って、毎日が驚きの連続。特に驚いたのは、仕事の後にみんなで飲みに行く飲み会という習慣だった。飲み会は毎日あるわけではないが、アメリカでは仕事が終わったら完全にプライベートタイムだから、正直ちょっと面倒だなと思う時もある。だけど飲み会では一緒に仕事をしているだけではわからない社員の意外な一面を見られるから、なかなか面白いんだ。中にはお酒が入ると真逆のキャラになってしまう人もいてね。普段は無口で真面目な部長が陽気になって、部下にしつこく絡んでいるのを見た時は思わず笑ってしまったよ。日本で快適に暮らすためのコツとかは、隣のデスクのミツルがいろいろと教えてくれた。例えば今すぐに必要なものは24時間営業のコンビニで買うといいとか、お酒やカップ麺、調味料を買うならスーパーよりもドラッグストアの方が安いとかね。彼は年が近いからあれこれ相談しやすかったし、彼のおかげで買い物に困ることは一度もなかったよ。それからミツルは美味しいお店の情報もたくさん教えてくれた。パンならこのお店がおすすめ。カレーパンが絶品なんだ。ラーメンを食べるなら絶対にここ。麺の茹で加減も選べるし、周りの目を気にせずラーメンに集中できるからね。そばならこの店がいい。雰囲気もいいし味も最高だ。食事もお酒も楽しみたいならこの居酒屋が一押し。焼き鳥が美味しくて焼酎の品揃えもすごいんだ。って感じで教えてもらったお店は外れなし。彼のおすすめのお店を巡ったら美味しいものをたくさん食べることができたよ。そんなある日のランチタイム、定食屋から戻ってきた僕とミツルがたわいもない話をしながら食後の缶コーヒーを飲んでいた時のことだった。ん？この音は？突然外から聞こえてきた奇妙なメロディー。人の声にも聞こえるけれど歌ではないみたいだし。なあこの音って？不思議に思った僕がミツルに尋ねようとすると、彼は財布を掴んで席を立った。すぐに戻るからちょっと待っていてくれないか。君にも日本の最高のスイーツを食べさせてあげるよ。そのまま慌ただしくオフィスから飛び出していったミツル。スイーツって何なんだ？残りのコーヒーを飲み干すと、僕はスマホをいじりながら彼が戻ってくるのを待った。それから数分後、嬉しそうな顔をしたミツルが紙袋を抱えて戻ってきた。何を買ってきたんだ？焼き芋だよ。さあ冷めないうちに早く食べよう。は？芋？袋の中を覗くと、そこには確かに芋のようなものが。焼いただけの芋が最高のスイーツだって？一体何の冗談だ？まあまあそう言うなって。これが本当に美味しいんだから。ミツルはそう言うと、紙袋から焼き芋を一つ取り出して僕に差し出した。悪いな、芋なら遠慮しておくよ。そうか、うまいのにもったいないな。僕が断ると焼き芋を二つに割って食べ始めるミツル。湯気が立ち上る焼き芋は中が鮮やかな黄色で、確かに美味しそうだった。うわ、めっちゃ甘い。今日の芋は特に甘みが強くて最高だな。それってさつまいもだよな。ああ、見ての通りさつまいもさ。
これは紅はるかといって、特に糖度が高い品種らしいぞ。アメリカにもさつまいもはあって、スイートポテトパイとかにして食べる。だが、あれは砂糖をたっぷりと使っているから甘いのであって、彼が食べているようなただ焼いただけのさつまいもが甘いなんて想像もつかなかった。そんなに甘いのか？試しに食べてみろよ。疑いの目を向ける僕に、半分に割った焼き芋の片方を差し出すミツル。じゃあせっかくだから。僕はあまり期待をせずに受け取った焼き芋を一口食べてみた。あっつ、え、嘘だろ。ハフハフしながら食べると、口いっぱいに広がる想像以上の甘さ。ただ焼いただけの芋なのに、なんでだ。思わずごくりと飲み込むと、僕はミツルに詰め寄った。ちょっと待てよ、焼いただけなんて嘘だろ。シロップか何かをかけているんじゃないのか。いやいや、本当に焼いただけだから。笑いながらそう言うと、ミツルは日本の焼き芋について教えてくれた。さっきのは焼き芋の移動販売車のメロディー。あのメロディーが聞こえたら、焼き芋屋さんが近くにいるってわかるんだ。確かにあのメロディーはインパクトがあるから、すぐに気づきそうだよな。彼の話によると、車にはオーブンが積んであって、車内で芋を焼き、出来たてを売っているんだそう。ただ焼き芋屋さんの車は、油断しているとすぐに次の販売場所へ移動していなくなってしまうらしい。あと、この辺りはオフィス街でビルが多いから、メロディーがビルの壁に反射して、どこから聞こえてくるのか分かりにくく、焼き芋屋さんを探そうとしてもなかなか見つけられないこともあるそうだ。それにしても、焼き芋とはこんなに美味しいものだったのか。僕はもらった焼き芋をペロリと完食。ご飯大盛りの唐揚げ定食でお腹がいっぱいじゃなかったら、あと2本くらいは余裕で食べられそうだと思ったよ。ところで、焼き芋はいつからあるんだろう。焼き芋のことをもっと知りたくなった僕は、その日の夜、焼き芋の歴史についてネットで調べてみた。日本の焼き芋は昔から人気があったようで、なんと300年もの歴史があるらしい。焼き芋に使われる中南米原産のさつまいもが日本へ伝わったのは、今から400年以上も前のこと。さつまいもは甘くて美味しい上に栄養価が高いことから、たちまち人気に火がついたんだが、最も美味しかったのが、蒸したり揚げたりするのではなく、焼いて食べる方法だったという。焼き芋屋さんは時代によってはかなり儲かる商売だったようで、焼き芋の需要が増えた1920年代前後には、焼き芋専門店まで登場。当時は冬の間だけ営業して、夏場は別の商売をしていたそうだ。確かに焼き芋って寒い日に食べた方がより美味しく感じられそうだよね。ところが時代は流れ、西洋から新しいお菓子が入ってくると、人々の関心はそちらに移ってしまい、焼き芋の人気は下火に。大きなかまどをいくつも並べて焼き芋を売るような大型店は姿を消し、小さな壺で焼いて売るスタイルが主流になったそうだ。さらに1941年に太平洋戦争が始まると、さつまいもは国の統制品に。東京に数多くあった焼き芋屋さんは休業や廃業を余儀なくされ、戦災でほとんどの店がなくなってしまったとのことだった。そして終戦から5年後の1950年、さつまいもが約10年ぶりに国の統制品から解除されると、今度は石焼き芋の店が登場。リヤカーに乗せた鉄板製の箱に小石を入れ、それで芋を焼きながら町中を売り歩くというスタイルは、戦後の日本人の心をつかみ、1970年頃には東京だけでも1000人以上の焼き芋屋さんがいたそうだ。しかし時代は再び変化し、ハンバーガーなどのファーストフードが日本に普及すると、焼き芋の人気はまたもや衰退。そんな焼き芋に再び光を当てたのが、焼き芋オーブンの開発だった。遠赤外線を利用したこのオーブンは、誰でも簡単かつ均一に美味しい焼き芋を作ることが可能。おかげでわざわざ焼き芋の移動販売車を探さなくても、いつでも出来たての美味しい焼き芋が買えるようになった。例えば
スーパーでは買い物のついでに焼き芋を買って帰る人が増加。焼き芋は手軽に楽しめるおやつとして再び人気を集めるようになったんだ。さらにこの頃からさつまいもの品種改良が進み、昔よりもずっと甘い品種が登場。食感もホクホク系、ねっとり系、その中間のしっとり系などいろいろなものが出てきた。昔はホクホク系が人気だったみたいだけれど、最近人気なのはしっとり系やねっとり系。僕が食べた紅はるかはねっとり系の代表的な品種で、スーパーでもよく見かけるみたいだね。ところで、これまでに何度もブームを経験してきた焼き芋は、近年ではヘルシーな食べ物として改めて注目されているんだそう。添加物なしで食物繊維も豊富なのに、スイーツみたいに甘いから特に女性に人気なんだってさ。そういえばアメリカのさつまいもは日本のものより甘みが少ないし、焼くとベチャベチャになってしまう。だから焼き芋にはあまり向いていないのかもしれないな。あとはちょっと気になったのが、火を使う設備を積んだ車が公道を走っても大丈夫なのってこと。なんとなく法律違反のような気がしないか。だけどミツルに後日調べてもらったら、別に問題はないよと教えてくれた。詳しいことはよくわからないのだけれど、走行中に薪を燃やしたり、それによって煙が出たりしても法律違反にはならないんだってさ。それからね、家にトースターかオーブンがあれば、焼き芋は自分で作ることもできるんだ。さつまいもをアルミホイルで包んでじっくりと加熱すれば、時間はかかるけれどちゃんと美味しい焼き芋になるらしい。今度スーパーに行ったらさつまいもを買っておいて、気が向いた時に試してみようかな。でも僕が一番好きなのはやっぱり移動販売車で買う焼き芋。あのちょっと怪しげなメロディーとか、何とも言えない雰囲気がすごくいいんだよね。焼き芋屋さんは家や会社の近くにしょっちゅう来るわけじゃないから、なかなか買うチャンスはないけれど、今度あのメロディーが聞こえてきたらダッシュで焼き芋を買いに行くつもりさ。海外の反応。数年前日本旅行に行った時に初めて日本のさつまいもを食べて感動した。他の国であんなに美味しいさつまいもは食べたことないよ。あれでパイを作ったら絶対美味しいと思う。ホイルで包んで焚き火でゆっくり焼いたものが一番だよ。リッチな香ばしさが引き立つ。何も調味料は必要ない。日本の冬や秋の祭りで手にした焼き芋で温まりながら歩いた思い出がいっぱいよみがえってくる。焼き芋のねっとりとした食感が大好き。こんなに甘いさつまいもは食べたことがなかったから、最初は砂糖が入っているんじゃないかと疑ったよ。食物繊維も豊富で体にもいいから、私も日本のさつまいもが大好き。けど地元じゃなかなか手に入らなくて悲しい。似たようなのは他にもあるけど、日本のさつまいもは全然別物なんだ。朝食でも昼食でも夕食でもお腹が満たされていいよ。ポテトパイに使うと虜になる美味しさだから、高級品だし注意が必要とだけ言っておく。まとめ。近年日本のさつまいもの輸出量は急増していて、その背景にあるのが日本の焼き芋の人気。特にタイやシンガポールをはじめとした東南アジアの国々では、その需要がうなぎ登りになっているそうです。さつまいもの生産地として有名な茨城県の JA 行方市予祭では、2016年からさつまいもの輸出を開始。これまでにタイやシンガポール、香港、カナダ、EU 諸国などに輸出していて、2020年にはなんと前年度の約15倍もの輸出量を記録しました。さらに JA では美味しく焼き芋を作れる機械を輸出し、現地で焼き芋を楽しめるように焼き芋マニュアルも提供しているとのこと。こうしてジャパニーズスタイルの焼き芋は世界中に広がりを見せているんですね。またアジアにおける焼き芋ブームに大きな影響を与えたのが、大手ディスカウントストアドン・キホーテを運営するパンパシフィック・インターナショナル・ホールディングス。同社では2011年から焼き芋の取扱店舗を大幅に増やしていて、2017年からはシンガポール、
タイ、香港、台湾、マカオ、マレーシアなどにグループ店を出店しました。はじめにシンガポールで焼き芋を販売してみたら大ヒットしたため、他のアジアの国々でも販売を開始。特にタイでは焼き芋が大ブームとなりました。ちなみにタイのスーパーなどで売られている焼き芋は2本で約1000円という高級品。タイは気温が高いし、そんなに高かったら富裕層しか買わないのではと思った方もいることでしょう。しかし日本産のさつまいもを使った焼き芋は高品質で甘くねっとりとした食感が大人気。値段が高くても飛ぶように売れているそうです。日本だけではなく海外でも愛されている焼き芋、その人気はまだまだ衰えることがなさそうですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。